はい、その辺ですね。はい、どんだけ柔らかかったんだい。おジェル一生反抗期。こんにちは、バジオナーズです。ウッシーです。ハボルチョ出身、グッドユーダです。コウキです。すごい違和感が余りして、ハボルチョ出身はちょっと聞き慣れないですね。急に言われたハボルチョ出身なんですよ。もう僕らの動画ではね、おなじみとなったウォーケルさんに今日も来てます、はい、定期的に出すツイッターやってます。ウォーケルのコウキさんです。コウキです。実際にウッシーが通ってます。そうですね、ウッシーに来ていただいてます。もう改善していただいてますということで、本日はですね、レッグプレスを使用した練習前絶対必要なアップについて解説いただきます。僕らはまあトレーニングの目的とかで使うけど、ウォーケルさんはパフォーマンスアップ、ウォーミングアップの目的で取り入れられていると。そうですね、レッグプレスはハムストリングスとかカーブ、まあ、ふくらはぎとか、はい、そういうところのタイトネスですよね、硬さを取ったり、はい、あとは股関節のモビリティですよね、こう動き、あ、動き、股関節って3次元で動きますから、はい、そういったものをですね出していくとか、あと、はい、スクワットで大事なところで言うと重心をしっかり捉えて、あ、大事ですね、めちゃめちゃ、はい、それをアップの段階でやっぱりマシンを使って整えていくっていう。ちなみにカーブ、そのふくらはぎって、うん、スクワットでも重要なんですか。カーブはすごく大事ですね。ふくらはぎがどうしても硬いとつま先に体重がかかっちゃうんですね。そうすると実はこうグラビティラインですね、あの軸がずれちゃう。軸のことグラビティラインなんですか。グラビティで、今日は僕らの中で一番体が硬い人をちょっとモデルにやるってことなんで、はい、ていく一番硬いです。片尾さんですね。はい、今日じゃあ片尾さんを山尾さんにしていただくと、よろしくお願いします。そういった人です。お願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速お願いします。お願いします。じゃあ行きましょう、はい、じゃあウッディのですね、まず柔軟性をチェックしていきたいと思います、はい、まあ、はい、体の前に倒してみましょう。はい、その辺ですね。はい、はい、戻します。これでどうなるか、はい、行ってみましょうか。それともう一つやってますか。体広げてしゃがんでみましょうか。スクワット、そういう自分のしゃがみ方。はい、でもう一回しゃがみます。でちょっとストップです。で、前から押すと多分ちょっとこっちにブレちゃう。人間の骨格って前に倒れるように設計されてるんですね。後ろには倒れないように関節構造がなってます、はい、こういうのをちょっと、はい、お願いします。お願いします。ちょっと楽しみ楽しみ、はい、座っていただいて、はい、あ、これがレッグプレスですね。ちなみに、うちのレッグプレスはですね、はい、45度インクラインですね、はい、ここの角度が45度になってるものを採用してます、はい。お尻をですね、体前に倒します、はい、手この辺持ちます。で、お尻を上げてずりずりと後ろに持ってきます。まだお尻グッと持ち上げちゃいましょう、はい、持ち上げてこうやって座り直す、もう一回、そう、これくらい。下半身だけでいかないで上半身を前に持っていって、はい、ケツを持ち上げる。で、こうすることで、はい、股関節の前傾が生まれてそのままセッティングできるんですね、はい、で、そのまま戻します。で、足を上げるんですけど骨盤をずらさないで持ち上げてみましょう。ここの位置を固定、これ多分ほとんど上がらないので、じゃあという時にちょっとこうサポートしてここからで OK です。伸ばします。逆足もですか。うん、はい、いける。そうです。よし、はい、伸ばしています、はい、多分これだけでも相当の相当どうですか。なんかすごいですね。どこ伸びてます。今太ももの裏。あ、いいですね、いいですね、いいですね、うん、えいいですね。おお、はいはい。で、この状態で一回足首の力を抜きましょう。で、うちではこういう結構ウッディ硬い方なので、はい、そういう方はまず解除して。やりましょう。やりましょう。お願いします。解除して少しふくらはぎのタイトネスを、カーフのタイトネスを取ります。なるほど。カーフですね。ふくらはぎの今。で、さっきふくらはぎが硬いとどうなのかって話だったんですけど、はい、OK、じゃあこれでふくらはぎが伸びました、はい、足を上げます。このまま、はい、となると上がるんですよね。へぇ、これは本当にウッディ。あ、本当です。これ打ち合わせ通りとかではない。打ち合わせは今初めてやってるんで結構戸惑ってますけどまだ会って10分も経つ。そうですね大丈夫かなっていう。いいです。股関節の真ん中と、はい、その
直線上にですね、かかとが来るのがいいんですね。うん、股関節の真ん中から。本当は来ない。多分相当きついと思う。ああ、なるほど。軽く伸ばして、ま、曲げます。これくらい。はい。そう、こんな感じです。これだけでいいんですか？これだけです。この範囲でいいんですか？範囲です。無理して伸ばす人全くないんで、これで10回。1、はい、2、3。で、イメージを股関節を曲げて伸ばす。股関節を曲げて伸ばす。膝じゃなくて。はい。関節を曲げて伸ばして、ちょっと潰すような感じですかね。そうです。なんかちょっと手入れていただいて、はい、この手を挟んで伸ばすような感じ、はい、なるほど、なるほど。もう10回、3、4、5、6、7、8、9。じゃあこれで1回伸ばしてみましょう、はい、そうすると伸びるようになりますから。やらせなしの一発勝負。やらせなし。どうなんすか、本当に。これで変わってなかったらどうしよう。打ってじゃあ前屈いってみましょう、はい。どうですか。おお、全然違う。そうすげえ。ちょっとさっきの比較画像を貼っておきます。ぜひ。あ、じゃあもう今度はわってしゃがんでみましょうか。はい。あ、いいね、いいね。ほら倒れないでしょ。はい、いいです。グラビティライン、ここの詰まりみたいな。そうなかった。取れた。はい。すごく大事なのがさっきくらいの自分が無理なく稼働する範囲でちょこちょこ動かしておくと体って緩むんですよね、はい、うん、無理にこうグッとストレッチするとかえって調子悪くなっちゃう。ちょっと実験しますか。はい。力をグッと入れてみましょう。はい。なりますよね。で、僕が引っ張るので、ま、はい、負けないで、はい、行きましょう。ってなるとこういう風になるんですけど、はい、面白くてセンサーがいろいろあって、そのセンサーってグッといきましょう。もう一回、はい、ちょん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 とすると、おうおうおお筋肉だと勝てなくなるんですよね。そういう反応でポン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 軽く動かしておくと筋肉が緩むんです。なるほど。無理にグーッとストレッチするっていうことは硬くなったものを無理やり伸ばそうとしてるんで、これで拮抗するんですよね、力が、はい、つい力つきますよ、はい、でこれでこうやってやったらほら、おー、でも、おー、すごいですね。抜けていきますよ。はい、はい、ほら、おお。ポンポンってやられたらどう。力入んないっすね。入んなくてでしょ。おお。力が入んなくなってる。要するにこう頑張ってるものを大丈夫だよって言ってあげてる。いいんだよ。はい。そう、それでいいんだよっていう。いいんだよ、休んでいいんだよ。どういう。動けるな。動けるようにする。パフォーマンスアップの原点ですか。原点ですよ。動ける。これなんか時間経った方がちょっと緩んでないですか今。お、やってみますか。終わった直後よりすごい今、うん、ほら、一緒。すごいね。あ、ちょっと待って、もう一回。あ、いいよ、おお。さっき終わった直後より、うん、なんかすごい楽になってて、力抜けてて、今のが柔らかいなと思ったら。それで面白いのが、2回目もう一回蹴ってみましょうか。はい。こんなにでかいディフューザー見たことないです。どうに打ってるんですか、これは。つま先をちょっと内側に入れます。はい。きついでしょ。おー、きついです。で、膝と膝をくっつけます。あー、戻す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 。くっついたらそれ以上は下げないようにして。カンガルーの動き、ね、まさにそうです。カンガルーの下半身広めに、はい、そうですね、つま先開いちゃって、はい、そのまま曲げてきます。膝を開くようにして、はい、そう、こんな感じ。おー、きついですか。はい、大丈夫です。で、ちょっと蹴ります。これなんか、ストレッチのかかり方としてはどういった変化が。ここですね。あ、内転筋が。内転筋が伸びます。なるほど。内転筋がストレッチされることで、立ち上がりに必要な伸展モーメントって言いますけど、これを生み出す。準備をするわけですね。なるほど。いやー、すげえな。ほんと、このレッグプレスの使い方、ほんとね、革新的ですね。柔らかくなってんじゃないですか。いいですか。はい、どんだけ柔らかくなったんだい。おぉ。すげえ。膝曲げてないもんね。膝曲げてないですよ。体が楽ですね、これ。だから練習前の、まあ、パフォーマンスアッププラス練習後のケアとしてこうケアでもありと、まあ、このレッグプレスで練習後サンドイッチしてあげるような。その通りですね。はい、はい、ということで今日はありがとうございました。コウキさん、ありがとうございました。で、コウキさんこれ YouTube やってて、でこういったエクササイズとかいろいろ載せてくれてるんですよね。はい、解説をちゃんとやってますんで。そうですよね。なんでそちらのリンクも貼っておくんで、ぜひ皆さんチェックしてみてください。この動画が良かったら皆様チャンネル登録をしてパワーチューブに入部してください。入部してください。チャンス。
それでは皆様、良いパワーライブを。バラバラ